皆さんこんにちは。まず最初にこのプレイングタイムで活躍するイルカたちのことを紹介していきましょう。当館に暮らしているイルカたち、種類をマダライルカと言います。名前にもある通り、全身の黒い点々、マダラ模様が特徴です。ちなみにこのマダライルカ、日本の水族館などでは5つの施設でしか見ることのできない少し珍しい種類のイルカたちです。そんな当館のマダライルカたち、実はまだ名前が決まっていません。現在仮の名前でアルファベットで呼んでいます。それでは1頭ずつ紹介していきましょう。はい、まず最初にご紹介するのは、向かって左側、今ジャンプに出発しました。名前を J と言います。 J は5頭の中でとっても分かりやすい特徴があります。それは背びれの後ろ側に切り込みがあることです。さあ皆さん、背びれの後ろ側よくご注目ください。さあ、切り込みあるよということを分かったよという方は手を挙げて教えてください。あ、たくさんいらっしゃいます。ありがとうございます。さあ、 J の性格はですね、ジャイアンみたいな女の子です。さあ、ひげを本物のところがありますので、お兄さんの前からいなくなって自由気ままに泳いでることもありますが、一生懸命頑張ります。私の目の前にいるこちらの2頭、皆さんにご紹介していきましょう。まずは皆さんの近くにいる方のイルカ、こちら名前を T と言います。アルファベットの T です。そしてこちらの横にいるのは C、 この2頭を覚えてください。2頭の特徴ですが、まず見た目はこちらの C、 マダライルカの特徴である斑点模様、これが大変少ないので、パッと見るともう皆さん分かっていただけると思います。こちら皆さんの近くにいる方の T は背びれの前の方が少し波打った形をしているので見えにくいかもしれませんが、このプレイングタイム終わった後、下の水中窓で見てみてください。形の違いで分かっていただけると思います。ではこの2頭はジャンプでまず皆さんにご挨拶をしていきましょう。まず皆さんの手前で飛ぶ T、 そして C、 特徴先ほどお伝えしていると見てみてください。まず最初、秋といえば芸術の秋です。皆さんには芸術的な一瞬を撮影していただきたいと思います。この美しい瀬戸内海の景色をバックにイルカたちがジャンプをしますので、ぜひ取り逃さないよう頑張ってくださいね。さあ、それでは早速いきましょう。今日はとっても天気が綺麗なので、きっといい写真が撮れるかと思います。まずは最初、シート B でいきましょう。写真撮れましたか？イルカたち、この後もどんどんジャンプしますので、ぜひ素敵な写真この後も撮っていってくださいね。それでは次に、秋といえば食欲の秋です。ここにいるイルカたちも毎日たくさん運動していっぱい餌を食べています。さあ、ここで突然ですが、皆さんに一つクイズを出したいと思います。ここにいるイルカたち、毎日約何キロカロリーの餌を食べているでしょうか？であるうどんになぞらえて3択クイズにしたいと思います。さあ皆さん、イルカたちのこと気になりますが、クイズへの参加よろしくお願いします。まず1つ目、うどん8杯分、次に2つ目、うどん16杯分、そして3つ目、うどん24杯分。うどん1杯分のカロリーを300キロカロリーだと考えてくださいね。それでは早速聞いてみましょう。
じゃないかなと思う人、ありがとうございます。ちらほらいらっしゃいますかね。では次にうどん16杯分のカロリーを食べているんじゃないかなと思う人、ありがとうございます。さっきよりちょっと増えましたかね。それでは最後にうどん24杯分のカロリーを食べているんじゃないかなと思う人、ありがとうございます。16杯と24杯が多かったですかね。それでは正解発表です。正解はうどん24杯分です。正解した方おめでとうございます。当館のイルカたち毎日に約7000キロカロリーの餌を食べています。ここからはぜひイルカたちの食べているものにも注目してご覧になってくださいね。それでは最後に秋といえばスポーツの秋です。ここからはイルカたちにスポーツにちなんだ種目を紹介していってもらいましょう。はい、じゃあまずはキーが速く姿、速く泳ぐ姿、皆さんにご覧いただきます。いや、行きますよ。はい、ちょっと行かないですね。もう一回やります。さあ、準備を整えてから速く泳いでもらいましょう。キーはちょっと下で遊んでしまってますが、立ってこれるかな。キー、ここはね、しっかり歩き出してやってみましょう。さあ、キーどうかな。なんか難しそうな感じになっちゃってますけど、少し待っててくださいね。さてさて、地は地をそのまま近いに持ってましょう。ペロッ、じゃあ行こう。行かないですちょっと一回、あ、お姉さん、はい、いいですか、仕切り直します。今度は陸上競技の走り幅跳びに挑戦します。挑戦するのは愛です。さあ、このジャンプ皆さん
して、イルカプレイングタイムを終了いたします。当館のイルカたちはこれからもいろんなことに挑戦し続けます。また成長したイルカたちに会いに、ここ四国水族館に遊びに来てくださいね。本日は最後までのご観覧誠にありがとうございました。